こんにちは、熊沢でございます。えー、本日はですね、えー、アーティスト側から許可がおりましたので、えー、先日、撮影、そして、それから、あのー、ね、ポストを,をしていると、あの、動画の中で何度か言ってましたけれども、えー、ミュージックビデオの作り方、みたいなことで、ちょっと、まあ、解説というかね、えー、Final Cut Pro の編集画面を見ながら、まあ、いろいろ解説していきたいなと思っております。で、 えー、今回ね、えー、担当させていただいた作品がですね、えー、ビトレイというですね、男性2人組の、えー、ユニットのビリーブという楽曲のミュージックビデオを、えー、私、熊沢が担当させていただきました。はい。で、ちょっとまあね、えー、プリプロの段階のお話もちょっと交えながら、あの全体のこうプロダクションの、ね、お話も込み込みでちょっとさせていただこうかなと思ってますけれども、 えーっとですね、ま、打ち合わせの段階で、というかそもそもね、あの、はめましてだったんですよね。で、えっと、知り合いの、あの、シンガー、女性シンガーね、玉山みーちゃんという子がいまして、その子からえご紹介をいただきまして、今回このビトレイというお二人のね、ミュージックビデオを担当させていただいたと、え、いうことだったんですけれども、えっと、まずね、えっと、打ち合わせをしました。 で、打ち合わせの段階で、結構その、ビトレイのお二人から、えっ、ー、と、この楽曲についてであったりとか、まあ、歌詞の共有であったりとか、えー、音源の共有ってものをしていただきながら、なんとなーしのね、イメージをあの伝えていただきました。で、そっからはある程度こう、なんていうのかな、あの、僕にある程度こう、余白を持たせてくださって、 あのー、初めましてにもかかわらずこうある程度こう信頼してといいますか、あのー、任せてくださったんで、えっと、かなりその僕も自由に、あのー、やらせていただくというか、うんまあ、もちろん撮影段階プロダクションの撮影のタイミングでね あの撮りながら、ここをこういう風にしていきたいっていうお話もさせていただきましたし、ここをこういう風にするのとこういう風にするの、どっちがいいですかねっていうご相談もね、させていただきながら、お伺い立てながら、撮影は進んでいったって感じなんですけども。で、通常、コンテというものをね、準備するか否かっていうところなんですけども、今回はまあコンテはある程度準備したんですが、例えば絵コンテを書くであるとか、字コンテに記すとか、 あのそういったことは一切せず、あの現場である程度のこう余白がね、持たせられるようにあのさせていただきました。で、屋外での撮影だったので、まあ、もちろんその日照条件であるとかあの人の、人がどれぐらいね、いるかとか、そういったところも読めない部分もあるので、ある程度余白を持たせたという感じではありました。で もちろんロケーションハンティングと呼ばれるね通称ロケハンですけれども、まあ、ロケハンもしに行きまして、えー、今回ロケ地に選択した場所が、えー、っと神奈川県は横浜市内ですね、まあ、見ていただければ、あのーまあ、割とこう有名なあのシンボル的なものも出てくるので、まあ、ご存知の場所もあるかなと思うんですけれども、まあ、横浜市内を選択しまして、えー、順次こう撮影をしていったと。 えー、いう感じでございました。で、えっ、ー、と、この楽曲についてはですね、ぜひ、あの、皆さん、概要欄に、えっ、ー、と、あ、ちなみになんですけど、今日収録してるのがですね、えっ、ー、と、10月の15日金曜日、えー、18時40分なんです、今現在が。で、この、ビトレイのお二人が、まあ、えっ、ー、とー、このね、収録している今日から見て、昨日に、 今ね、画面に映ってらっしゃる、あのー、方が、やすさんという方なんですけれども、や、ま、す、あ、さんのバースデーパーティーということで、えー、ライブをされてまして、その中で、えー、っと、このミュージックビデオが先行で、えー、っと、プロジェクター投影されたそうです。はい。ちょっと僕もね、現場駆けつけたかったんですけれども、仕事があったので、ちょっと行けないっていうことで、ちょっと、あの、非常に申し訳なかったんですけれども。で、えー、本日、 えー、晴れてですね、このビリーブという楽曲が、えー、配信リリースされております。で、もしよろしければなんですけれども、まあ、お二人のツイッターインスタグラムのアカウント、それからユニットの、えー、ツイッターインスタグラムのアカウント、それから、えー、YouTube チャンネル、ビトちゃんっていうのがありますので、その YouTube チャンネルのアカウント、そして今回リリースされたビリ、えーブの、えー、楽曲のリンクもですね、すべて貼らせていただきますので、えー、ぜひ、 あの楽曲いいてみてみくださいそれからお二人のツイッターとか、えー、YouTube チャンネルもご覧になってくださいあの僕から、ね、簡単にあのお話しさせていただくと、えー、今画面に映ってるねヤスさんそれから、えー、ここにかこれがマサさんこのお二人でビトレイという、えー、ユニットなんですけれどもあの非常にですねこう心地のいいこう声質でですねそれから歌唱力がかなり高い で、ハーモニーもすごい綺麗ですし、あのー、カバー動画みたいなのも結構 YouTube のチャンネルにあるんですけれども、本当にハーモニーも秀逸でして、僕が一番好きなカバー動画はね、C&K のジェニファーっていうね、あの楽曲があるんですけれども、それがね、もう美味、美味なんですよ。なのでぜひ聴いていただきたい、あのー、いい曲なんですよ。 あのオリジナルの C&K の楽曲もすごくいいんですけれども、お二人のオリナスハーモニーとか、すごくね、その、ヤスさんのシルキーな歌声と、マサさんのすごくこうハイトーンがね、カーンと来る、なんていうのかな、ハイトーンがね、キーンじゃなくてカーンと来る感じがするんですよ。スパコーンっていう感じ。それがね、すごく、本当心地よいので、ぜひ聴きに行ってみてください。はい、ということで、まあちょっとね、あの、このプロジェクト画面を見ながらお話しさせていただくんですけれども、 えー、今回、えー、使用したカメラは、まあ、僕のチャンネルを見てくださっている方であれば、まあ、知ってるでしょうけれども、えー、パナソニックのルミックス DCS1H というカメラを使っておりますで使用したレンズが、えー、と2種類ですね、えー、EF1740mm、e、の F4LUSM と、えー、EF70mm200mmF4LISUSM この2本を使いました で、えーと、カメラワークに関しては、まあ、基本的にはハンドヘルド。えー、一部、えー、ジンバルワーク取り入れてますけれども、基本的には、えー、ハンドヘルドで撮っていきました。で、えー、ジンバルを使うときに、えー、1740ね、広角のズームレンズを使っていて、それ以外は全部望遠ズームを使ってます。はい。で、スーパー 35mm で撮っていて、 えっと、シネマ 4K、えー、4096×2160 の、えー、60個まで撮ってます。えー、っと、プロレス HQ42、プロレス 422HQ での収録ですね。はい。という感じでした。はい。で、えー、っと、基本フォーマットとしては、 ここね、画面の右上見てもらえば分かると思いますけれども、えー、4096×1728 の、えー、23.98コマですね。はい。まあ24コマですよ。で、えっ、ー、と、2.4対1のワイドスクリーンですね。シネマスコープで、えっ、ー、と、フォーマットしてます。はい。という感じですね。で、ログ収録してるという感じ。で、えっ、ー、と、僕がミュージックビデオを、まあ、撮って、帰ってきて、 まずファイナルカットに入れて何をするかっていうとクリップの整理ですね、まあ、ちょっとあの見ていただくとちょっとこうもうちょっと大きくしようかまあいろいろ撮るわけですよねいろいろカットを撮っていくわけなんですけど、えー、とまずドア玉に1本長回し1曲丸々のやつを使え撮っちゃいます僕は、うん、これはまあ演者さんの気持ちをこう慣らしていくっていう意味合いが一つ うん、もうカメラに映るっていう、まあ、スイッチを入れてもらうというかテンション上げてもらうっていうのが一つそれがまあこれから撮影始まるぞっていうところも含まれてますけどでもう一個が、えー、っとまずねその1本撮ったやつを一番下に敷きたいんですよ、うん、一番下に敷きたいので、えー、っと撮ってるという意味合いもあります、まあ、あとは撮りもらしが仮に仮に撮りもらしがあった時に えとそのカットから持ってこれるみたいなこともあの含めて丸めてあの持ってます。はい。で、えー、と取った素材をこうバーッと入れていって全部リネームします。はい。例えばこれは01の1テイクロング。これ02の1テイクロングっていう感じになってますね。で、これが、えー、4C のロング。4C ミドル01。4C ミドル、えー、02とか。えー、4C アップマサ01とか。 4C、えー、C アップ、安、01とか。えっ、ー、と、この 4C っていうのは、まあ、歌のセクションですね。えー、だいたい C メロっていうのはサビに当たることが多いので、まあ、これは4つ目のサビのアップショットっていうことです。これは4つ目のサビの、えー、ミドルショット。これは、えー、ロングショットっていう感じなんですよ。で、それを、えっ、ー、と、と、ガン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 リネームしていきます。はい。で、B ロールとか、えー、他にも、 ここのね、あの、夕焼けのシーンなんかっていうのは、あの、結構一発勝負だったりするんですよ。夕夕日がね、どん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 沈んでいく一方ですから。なので、ワンコーラス、ロング、ワンコーラス、ミドル、ワンコーラス、アップとか。ここも、ワンコーラス、ミドル、ワンコーラス、アップ、ワンコーラス、ロング。今、ー、まあ、ロール、ビーロール、ビーロール、ビーロール、ビロールビロール。で、ここも、えっ、ー、と、割とコーラスで取っちゃいました。あのー、 1>, ね、1コーラス、2コーラスってことは2番のコーラスですね、まあ。コーラスって本来サビのことを言うんですけど、あのー、通してっていうことね。1コーラスの、まあ、意味合いです。ロング、ミドル、アップ、B ーロールみたいな感じで。で、デーメロに関してもデーメロロングとか、全部リネームしちゃいます。うん。で、ここで、 あの、逆タリーとかで、えー、もしこうなんかあったりとか、レック回してから演者さんと何か相談して、一旦切ったみたいなカットがあった場合は、えっ、ー、と、ここからは消してしまいます。えー、オリジナルデータとしてバックアップしてるところにはそれも残してあるんですけれども、基本的にはここには不要なので、えー、例えば B ロールで使えそうだなって思うもの以外は全部もう消してしまうという感じです。はい。で、えー、これが全部終わった後に、 え、ここにね、Believe Music Video, MV, Native Multi ってあるんですけど、これ、マルチカメラを全部ですね、並べたものです。各セクションで。並べてしまったもの。うん。っていう感じ。これ全部ラットが当たってるっぽいんだけど、うん。まあ、そういう感じにしてあります。はい。で、えー、これが終わったら、これを複製して、 この BelieveMV っていうふうにリネームし直して、えっと、ま、カットしてつけていくっていう感じですね。はい。じゃあちょっと一個ずつまた解説していきますが。よいしょ。あれ。あれここも。これ全部消せるよね。はい。さあちょ,ちょっとずつね、目隠ししていきますけど。 まあ最初の段階っていうのは基本的に、えーっと、リップを合わせながら、あの、カットを作っていくっていうところをやってるわけですよ。まあ、これログの状態です。何にもしてない。うん、何にもしてません。本当ログの状態、収録した状態。で、えー、まあ、こがーっと、ね、いくわけです。ここのカットも。これログの状態です。はい。ね、こういうふうにログで、ガン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 やっていってます。 はい、でえー、っと次ねここのクリップなんですけどここのクリップは今回ね逆光でかなりそのスキン人肌に対しての適性ではなかったんですよ逆光にするので割と人物の肌っていうのがかなりアンダー目になるでアンダー目になるということは影になるところがかなり多かったんですねでそうすると僕が肉眼で見てる 上では見えていないのに影の出来具合でなんか変にクマ見たく見えてしまうところとかそんなに普段目立っていないなんかものとか結構乗っかってきたりしちゃうのでそこに対してえとシェイプマスクをかけてその上からガウスをかけてえーキーフレームを1個ずつ打ってですね キーフレームを1個ずつ打ってこうやってこれ見てもらおうかよいし。これはキーフレームで1個ずつこう追従していくようにしてちょっとぼかしを入れてますはいまあこれはあのどうしてもねなんかその意図してない写り方をするっていうのは往々にしてあるのでこれはえよくやりますはい で他のところをお話ししていくと、えー、熊沢殿下の宝刀、えー、スクリーンプロミスト入れてあります、はいえー、このネイティブの素材に対してコピーしたものを上に貼っつけて、えー、っとガウスをかけてスクリーンの50%で今回はプロミスト風のエフェクトを付け加えているとで本来であればレンズの前玉に、えーっと プロミストを入れるので、まあ、ログの段階でもうプロミストのコントラストの柔らかいハレーションの若干起きるような感じっていうのが、えー、出てくるはずなので、えー、っとコレクションノーマライズをする前に入ってる状態それがこのレーンですねはいでここにあるのが、えー、調整レイヤーのコレクションですこれで色をノーマライズしていく感じですね色とかコントラストを で、このコレクション画面でやってることっていうのは、一つね、まあ、カラーボードを見てもらうとわかるんですけど、まず露出で、えー、若干ハイを下げて、えー、シャドウを持ち上げてます。で、サチュレーションで若干色を出して、えっ、ー、と、ここはね、えー、とバリカムラットライブラリーのニーチェスト709を入れてます。僕はニーチェスト709めちゃめちゃ使うので、 えー、ビデオスコープで見てみましょうかかなりフラットに色も出てくるしで僕この90%っていうところに結構ルミナンス合わせることが多いんですよ一番ハイの部分僕ローコントラストな絵がすごい好きなので,で今回もローコントラストで結構柔らかい絵にしたかったので、えー、上がね若干ロールオフしていてシャドウも若干持ち上がってるっていう柔らかい絵を目指してみました、まあ、そういうコレクションですねはい はい。で、グレーディングはシーンによって違います。えー、一番のセクションがね、この夕焼けの、すごく綺麗なシーンなんですけど、いいよね、ここね。俺もこう撮ってる時に、うわ、いいなと思ってたんですけど、このグレーディングでやってることが、まあ、何パターンかあります。まずカラーホイールで、えー、マスター全体の露出を若干上げてます。はい。全体的に上げてる。 で、えー、次にカラーカーブ書いてます。えーまあ、こんな感じね。え上と下を若干、えー、あ持ち上げてる。持ち下げてるっていう感じ。シャドウの一番下を若干上げて、ハイライトのちょっと上のところを下げてる。で、そうするとコントラストが、えー、っと柔らかくなってしまうので、それだとちょっとこうパキッとしてこない。 ってとこがあるので、えー、この3点打ちで、えー、若干コントラスト戻すっていう感じで最後にヒューサチュレーションカーブ書いてるんですけど、えー、ここねこスポイティングでこの夕日をスポイティングして、えー、これをあのー、ちょっと色を出してますうんで、えー、と緑のレベルっていうのがあの若干出てくるんです緑が こういうところを若干色あせた感じにしたいなと思ったので若干下げてますあとまあスキントーンに緑かぶりが出てきてしまうんですよねどうしても緑が反射するのでこういうところってそれを若干改善したいという意味合いも込みでえやってますまあ場合によってはこのカラーホイールの色合いで調整してもいいんですけどまああんまりいい結果にならなかったので という感じですね。はい。で、まあ、ここのグレーディング結果とかを見てもらうと、こういう風うに傾いて、やっぱどうしても赤が出てくるんですけど、これはね、しょうがない。でも、ハイライトも、まあ、ちょい、ちょいクリップぐらい。俺の中で90%がてっぺんなので、ちょいクリップみたいなぐらいでいいかなという感じでやりました。はい。で、えー、ここのグレーディングね、 ここ、夜のシーンなんですよ。まあ、見てもらったら分かりますね。港未来です。はい。で、まあ、こういうところ見てもらえばわかるんですけど、ここでやったこと、えっ、ー、と、カラーカーブで、さっきよりも大胆にコントラストをつけてます。まあ、夜のシーンなんで、ちょっとコントラストついてる方が、まあ、バキバキしてくるかなっていう感じ。で、えっ、ー、と、この、ヒュー、ヒュー対サチュレーションね。 のところで、えっ、ー、と、ヒュー対ヒューを書いてます。これ何やってるかっていうと、スポイティングして、青いところをスポイティングして、それをティールに寄せてます。ティール。うん。で、これ外すと、まあ、こういう色。これが、まあ、こうなってる。感じです。はい。 あのー、僕のティールオレンジの考え方まあティールオレンジってかなりね、まあ、皆さんご存知、えー、ハリウッドのブロックバスターなルックですけれどもティールオレンジって無理やりシャドウにティールを乗っけてハイライトにオレンジを乗っけるとかミ,ドルミッドトーンにオレンジを乗っけるスキントーンにオレンジを乗っけるっていうのをみんな無理やりやろうとするんですけどこれ僕の考え方でえー、っとねこの。 うーんとこの夜景のシーンに関しては最終的にちょっと感触名に寄せてます5 0 0 0ケルビンかな4 8 0 0ケルビンか5 0 0 0ケルビンぐらい撮ってるんですけどそうするとえー、っと、まあ、こういうこういう白い照明結構デイライト系の照明がパキッと真っ白純白っていう感じに。 なりますねでさらにそれ以外のところってちょっと青みがかってくるわけじゃないですかでそれを撮影段階で狙っておいてねこういうふうになるわけですよで、えー、ブルーをティールに寄せていくっていう考え方を僕はすることが多いので、まあ、こういうふうにグレーディングしてるという感じはいこれもここ外すと、まあ、こういう感じですよ だけどつけると、まあこういう感じ。ね。ネイビーというか。まあ、ここ、ここはね、ブルー少ないですけど、それでも、あのー、この洋服とかのあたり見てもらうとわかるんですけど、どうしてもブルーがかかってる場所があるので、ちょっとティールに酔っかってくる。酔っかってくる <laughs> っていう感じ。こういうシャドウの部分も、これ消すと、全然。ね。ミュートしておくと、もうナチュラルな。 感じだけどこれ入れると、まあ、こういう感じになるって感じですね。はい、でまあ,あのここなんかはクロスフィルターを使ってレンズの前玉にそもそもでクロスフィルターをつけて、えー、ピンボケで、えー、玉ボケを取るとか、まあ、そういう B ロールの使い方も僕は結構好きなので、まあ、こういう風に撮ってると。 いう感じですね。グレーディングとしては。こういうとこもそうですよ。これをオフにすると、まあ、こういう絵になるわけなんですけど、これを入れると、まあ、ールオレンジな感じになるじゃないですか。なのでいいかなと思ってやってます。はい。で、これがね、デーメロなんですけど、まあ、デーメロも、ほぼほぼサビとやってることは変わりませんね。まあ、カラーカーブもこんな感じ。で、えー、っと、ヒュー対サチュレーションじゃなくて、ヒュー対ヒューか。 でこれもまあこういう感じになってるんで外すとこういう感じナチュラルな感じじゃないですかでこれがこういう感じっていうでかなり逆光ハレーションをね狙って取っていってるのでいい絵でしょこれ外せば超普通なんですけどこれを入れるとまあティールオレンジっていう感じにまあていうかティールによるっていう感じねうん で、えー、これ、ハレーションをそもそもで起こしていて、かつ、えー、っと、プロミスト風のね、これがあるので、これを外すと、まあ、こういう絵になるわけですよ。暗いし。だけど、まあ、こういう感じになるわけですね。はい。で、最後のシーンが、撮影では一番最初に撮ったシーン。で、ここで、えー、一部ジンバルを使っているカットがあるんですけど、こういうカットね。 で、ここのグレーディングに関して言うと、まずカラーカーブだよね。カラーカーブはちょっとコントラストつけめ。だけど、まあ、基本路線、えー、っと、シャドウの一番下は持ち上げて、ハイライトの一番下はもあの下げるっていうことをやってます。で、えー、っと、もう一個ね、ヒュー対ヒューで空。空の色をちょっとティールに寄せてます。これ、降ると、まあ、こういうブルー。 なんだけどもうちょっとこう印象的な記憶に残るような、えー、それからこうフィルムっぽいという,うイメージで、えー、こういう色にしてますはいいいよねうんこっちに寄せるフィルムっぽい感じフィルムのブルーっていうかフィルムの空の色っていう感じにしたかったなっていうことで若干ティール側にあの緑側に寄せてます でまあ、こう取ってるわけなんですけどこういう感じねはいでここの段は何をしてるかっていうとテキストを入れてますはい、まあ、歌詞をね入れてますはいっていう感じで最後このマスターっていう調整レイヤーがあるんですけど この調整レイヤーで何をしてるかっていうと、えー、カラーカーブ、最終的には書きませんでした。最初書いてたんですけど、書かないことにしました。で、もう一個フィルムグレインを、えー、アマウント10で乗っけてます。このリアル、リアリスティックグレインってやつね。ほぼわかんない。ほぼわかんないと思います。でも、えっとね、これ100%表示とかにすると、 多分分かってくるんじゃないかなほんと若干乗るんですよほんと若干乗せてます今回は絵を割と綺麗めに見せたかったのででも若干ですね全体的なルックを統一したいという意味合いで共通項としてフィルムグレインを入れてる で僕の中では、このテキストテキストよりも上に、そういうグレインをあの入れることで、えー、っと、統一感を持たせたいな。なんかこの文字が浮くの嫌だから、っていうイメージですね。はい。まあそういう感じで撮っていきます。あっと編集しました。こんな感じですね。何分喋ってんの今。 もう結構喋ってんね。ということで、まあ、やっていったという感じです。で、ここで全部流すっていうことはね、さすがにちょっとしたくないので、えー、公開された、えー、あのミュージックビデオをぜひ見ていただきたい。で、最終的に YouTube に公開することが前提だったので、こういうふうにあの Believe MV 4K っていうのがあるんですけど、まあ、ここね、あの別のマスターが入ってたんですが、ここのマスターを一度、 えっと、コマンドエンターで、マスターを出します。で、プロレズ 422HQ で、えーと、ネイティブの画質で、えっ、ー、と、書き出して、で、それを、あの、ここに、放り込みます。で、ここのプロジェクトがどうなってるかっていうと、こっちだね。ごめんなさいね。えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、4096×2160 の24コマなんですよ。YouTube に公開したときに、 えとこっちのワイドスコープのまんま公開するとパソコンで見るとき上上下に帯がつかないんですよねそれはそれでいいんだけど YouTube 基本的に16対9あるいは17対9ぐらいで見るのがほとんどだと思うのでえっとそっちのフォーマットにし直して最終的にはえここからコンプレッサーへ送信出るかなでコンプレッサーが出るでしょ したらえー、いつも僕が使ってるやつがあるんですけど、この H264 で圧縮して、ウルトラ HD の 80MB で書き出してます。えー、っと、まあここね、肝になんだここかな。うん。データレートはカスタムで、まあい,いわゆる8万キロ b p s で書き出してます。で、マルチパスはオン。動きがかなりあるので、マルチパス、要はその2パス、 エンコーディングみたいなことですよ。をしているという感じですね。はい。まあ今回はこれエンコードしませんけど。という感じでえ作っていきました。はい。で、えー、っと結構ね、あの60個まで撮っていて、こういった B ロールのシーン。見せてほしい。 B ロールのシーンは積極的に、えー、スローモーションを使っています。で例えば、えー、っと、そうだな。えー、ちょっとね、この辺とか。重いな。ちょっと OBS 使ってて重いんで、ちょっとプロキ士で見てもらおうかな。 プロキシも念のため作ってます、はい、ということでちょっと見てもらうんですけどまあ今回手持ちを選択した理由を今見てもらったら多少分かるんじゃないかなと思うんですけどまあ望遠レンズを使用してかつ手持ちを選択した理由っていうのは。 まず、えーと、望遠レンズを選択した理由として、やっぱりその、望遠レンズの方がよりシャープに映るんですよ。シャープに映るっていうのは、画質的にシャープではなくて、物の形が、まあ、シャープに映る。まあ、歪みが少ないってことですね。なので、やっぱ人物撮るときって中望遠以上を使いたくなるんですよ。でもちろん、えーっと、広角レンズでダイナミックな絵っていうのもかっこいいんですけど、今回まあ曲として、 まあかなりそのダイナミックさよりも繊細さを描きたいその機微が現れるその人の心の動きっていうものがあの描写の中に現れたらいいなと思ったのでもちろんジンバルを使ったシーンっていうのはさっきねご紹介した通りあったんですけど基本的にはえ望遠で撮りました。望遠のまあもう一個いいところは あの画角がね狭いっていうところなのでえ的確に背景を整理しながらえ撮影ができるというところでもう一個えいい点っていうのがブレですブレあの広角とかでは得られないえナチュラルなブレというかうんとねブレを抑えようとして抑えて意図的にブレを起こす揺れを起こすっていうことがしやすいんですよこういうところとかも積極的に 揺らしていくと。感じ。基本は手持ちと。で、ジンバルなんかはもうこういうところ。 こういう感じで、えー、とジンバルを使ったのはこの4サビ 4C の、えー、とこのロングショットだけです、はい、空を見せるっていうことのためにためだけに、えー、ジンバルを使いましたジンバルと広角レンズなので一番最初の撮影で撮影の一番最初のカットはジンバルですここね えとここだけこれ時系列に並んでいるのでこれこれこれがジンバルショットジンバルかける広角でそれ以外はもう望遠に切り替えて手持ちですっていう感じに取っていきましたなので広角はもう本当一番最初お役御免です一番最初でお役御免おっと固まってはないかビっクりした危ない危ないっていう感じですね、はいまあ、なので、まあ、こういう感じで、まあ、作っていくとで、まあ、見ていただいたら分かる通り 基本的にはリップシーンなんかはえっとまあロングとってミドル取ってアップとってっていう感じでやっていきました、うん、でこの3パターンは絶対取っておいた方がいいですね、うん、あった方がいいと思いますでそれ以外に <coughs> えこのロングとかミドル歌ってる中でも B ロールで使えそうなところはガンガン使っていくし B ロール用にいろいろとっていくしという感じ まあえっと、ミュージックビデオの場合って A ロールがそもそもでやっぱリップシーンでそれが B ロールっていう感じになるので、まあ、今回、まあ、これ僕結構やる手法なんですけど B ロールでストーリーを作って A ロールはうーんと本当にプロモーション的な意味合いこの人はこういうふうに歌ってるんだよっていうプロモーションの側面を付け加えていくっていう作り方を結構していきますそうですね。ああとはまあ ロップじゃねえわロングミドルアップで撮るっていうのもそうなんですけどなんかこうこの作品この楽曲自体が結構その苦悩していたり葛藤していたりそれでもこう希望に向かっていく様子心がこう過去に引っ張られたりそれでも未来へ行きたいあの明るい未来を目指したいっていうような。 あのすごくこう心の中での動きっていうのが非常に大きい楽曲だとあの個人的に感じたのでやっぱり手持ちのちょっとブレがある絵の方がうんその心の揺れ動きみたいなものがより表せやすいんじゃないかなと思ってえそういう形にしてみました。 で各シーンも結構その、まあ、このシーンやすさんのこのシーンっていうのは基本的に下手にいて目線は上手なんですけどこのマサさんのシーンは上手にい,いて下手に目が向いてるっていう感じなのでこれそ,のそれぞれやすさんがえとこういうカットで撮ってるから この人がすごくこう未来に向けて先進的であってすごくマサさんがネガティブだっていうことを表現したかったわけではなく人それぞれえその上手に向けてね前向きにいる人もいればこうこれかどうしても太陽の光に照らされていたとしても 希望を持っっててていても後ろ向きになってしまう、まあ、下手にあの目線を向けてるわけですから未来に背を向けてるわけなので基本的に、えっと、画面の進行方向って左から右なんですね下手から上手っていう流れがどうしてもあるのでこの未来っていうものに対してこっち過去っていうものがあってやっぱりどうしても未来にそ背を向けて過去を見てしまう瞬間もあるよねっていうのをあのそれぞれのキャラクター付けとしてではなくて。 人はみんなそういうういい側面を持っっててるよねっていうでここなんかは、えー、さっきまで安さんずっと下手から上手に目線を置いてたんですけど、えー、っと上手にねより上手に近いところに大きなビルそれから大きな木っていうのがそびえ立つとお、まあ、いう意味合いですごくちっぽけな存在であるというですねその社会全体にですね それから自然にですね自分より大きな強大な、えー、力が存在しているとそれに立ち向かっていかなきゃならないでもそれに打ち勝つことを信じてんじゃないのかな僕らはっていうようなことが、まあ、こういうところで表せたらよかったなっていう、まあ、ここもそうですねここはまあ 安さんは上手に置いてるんですがまあより画面的には下手にある大きなビルですけれどもまあこれランドマークタワーなんですけれどもまあそれをこう眺めるということはまあ未来を遠い未来をおね明るい光を何か見ているんではないのかなとえ思ったりしてるんじゃないかなっていうことですね。あとここで 共通項としてランドマークタワーが出てくる意味合いっていうところもまあ僕が解説したいなと思ってるんですけどもこれ僕がね勝手にやってることなんでやっぱりそのこうまあビトレイというユニットは2人組のユニットでして支え合いながらえ活動をしていってるわけですよでこの Believe という楽曲もやっぱりその自分1人でまあできることに,には限界があって誰かと支え合いながらあの何かを信じて突き進んでいくっていうね ちょっとあのすごく安っぽい言葉でしかちょっとお話ができるんですけど、まあ、そういうところでねあのやっていけばいいなと思ったのでこの共通項横浜ランドマークタワーという共通項を出すことで最終的に2人がこのみなとみらいで出会うんですね出会うというか、まあ、すれ違うシーンがあるんですけどそれはまあ2人がこのランドマークタワーを目指すからなんですね。はい まあ特にそういう説明がなかなか難しくはあるんですけどドラマではないのでっていうまあそういうことでまあもしね興味がある方は現地に行くなり地図を見るなりしてもらえたら <laughs> いいなと思うんですけどあのこのここはね今このマサさんが撮ってるところは象の花パークっていうところですね 象の花パークのゾウの花の先っぽのところなんですけどで、えー、このマサさんがああヤスさんが歌ってる場所どこがいいかなここがいいかここはえー、っと信仰サークルウォークっていうところなんですよで、まあ、こここれがねコスモワールドの大きな観覧車コスモクロック21なんですけど やすさんの方が近い位置にいますよね。で、まささんの方がすごく遠い位置にいるんですよ。だから、全く、うん、真反対のところから、お互い、合流する手はずになってるんです。この中では。<laughs> はい。なので、えー、この、ゾウの花パークで歌ってるやすさん。ここもね、ゾウの花パークの近くなんですけど。で、ここは、新、えー、行サークルウォークというですね、えー、っと、ワールドポーターズと、 えっと赤レンガ倉庫の間にある、えー、輪っかになってる歩道橋があるんですけどそこですねで、えー、ちょっとずつね歩を進めていくわけですよこれは、えー、っと進行プロムナードっていう歩道橋があるんですけどその歩道橋の下をねマサさんは歩いていくわけですよで一方ヤスさんはですねこの進行サークルウォークでうなだれておりまして で、えー、ここはですね、赤レンガ倉庫からゾウ、えー、の花パークに移ってくるところの、えー、橋です。はいで、まあ、気づいたらゾウの花パークですれ違うわけですね。まあ、こうやってここですよ。ここです。はいで、デーメロでまあ一緒に歌ってもらうということですね。 で最後は大きな公園で二人でこう開けた未来っていうものをこの広大な自然とそれから空とこのジンバルで見せることができたらいいなっていうでこれはねあの背中合わせで歌ってもらってるんですよで背中合わせで歌ってもらってるのはこのアップカットでも見れるしこミドルでも見れるんですけど これ僕の中でどういう意味合いがあったかっていうと、まあ、よくその、まあ、少年漫画とかで、あのー、ライバルというか信頼できる仲間に背中を預けるっていうシーンってあるじゃないですか背中って敵には見せちゃいけないんですよ絶対にその敵に見せてはいけない背中を相手に預ける っていうのって、まあ、信頼関係だと思うんですよね、うん、俺の背中はこいつが守ってくれるというその代わりお前の背中は俺が守るぜっていう信頼関係がないと自分の背中って預けられないですなかなか。っていうことがある気がするのでそれをこのシーンで描けたらよかったかなっていう。なので相手の背中は、えー、と見せている。 っていう描写です僕の中では理解してもらえるかなっていうことですねはいで最後まあねら願いを空に投げてみませんかっていうイメージです最後は、まあ、こういう感じで作っていきましたなのでえっ、ー、とーぜひね完成品もちろん 4K で上がってますので 見ていただきたいんですけれどもやっぱ何より今回こうまたミュージックビデオを作ってて思ったのはある程度余白を持ってあの僕ら側にもカメラがカメラマン側にもある程度表現の自由とか解釈の自由をえっと与えてくれるパターンってたまにあるんですけど アーティストがかなり描写をしっかり頭の中でイメージを持ってるパターンもあるので、まあ、それはそれで尊重して作っていくわけなんですけれども、こういうふうにね、ある程度こう自分の表現っていうところも込みで、あのー、やらせてもらえると、それはそれですごくやりがいのある作品に、あのー、なるので、今回は本当にこの、えー、ビトレイというね、ユニットのヤスさんとマサさんには本当に感謝してます。で、過去、 過去一の出来になっているという自負がありますので、ぜひあの皆さんもですね、えー、冒頭にもお話ししましたけれども、概要欄に、えー、このミュージックビデオのリンクも、あのー、貼らせていただきます。それからお二人の SNS、それから、えー、今回ね、リリースしたこの Believe という楽曲の、えー、配信先のね、リンクも貼らせていただくので、えー、ぜひ、えー、あのー、 ね、見ていただけたらと思いますしすごくいい歌を歌うお二人なんで、あのーね、少しでも興味があれば、あのー、応援していただけるとすごく嬉しいなと思ってます。僕もね今後あの今回がね初めましてでかつ初めての一緒にするお仕事だったんで、まあ、僕個人はね今後も一緒にいろいろねいろんな作品作っていけたらすごく嬉しいなっていうすごく気立てのいいお二人ですので。 一緒にまたいろいろね作品作れたらいいなと思いますし今後もお付き合いさせてもらえたら非常にあの嬉しいなと思っておりますのであのー、皆さんがね、えー、このミュージックビデオをどう評価するかっていうのはまたアートと別の話なんですけれどもぜひ見ていただいてあのー、僕に感想くださるのもすごく嬉しいですそれから、えー、っともしねこのミュージックビデオを えー、このビトレイのお二人のチャンネルまで、えー、見に行ってですねネイティブのその 4K で見ていただいたらですねそのミュージックビデオのお二人に対する感想もぜひコメントでねあの残してもらえたら嬉しいですしチャンネル登録もぜひあのしてほしいなと、えー、思っておりますよという感じでございました、えー、ということで今回は、えー、僕がね制作を担当させていただいた、えー、ビトレイという、えー、二人組の男性ユニットの というね、えー、最新曲の、えー、ミュージックビデオを、えー、僕個人の、えー、制作解説を、えー、させていただきました。はい、ぜひ、えー、お気に召された方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それから Twitter と Instagram のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。熊沢でした。